直樹チャンネルの井上直樹です。今日はライジンランドマーク6楽しんでるところかと思いますが、今回名古屋大会欠場になったこと本当にお詫び申し上げます。申し訳ありません。報告がありまして、明日から顎下にある腫れがある打席症の手術をすることになりました。外科線というところを取って死ができないようにするそうです。外科線のところにできた打席も取ることになりました。またそのすぐ復帰できるよう準備していきますので頑張っていきます。よろしくお願いします。